2014年 FIBA3X3 ユーロツアーでの試合 3X3 はストリートバスケットボールなどで普及している3人制バスケットボールの1形態ストリートボール3オン3から生まれたスポーツ国際バスケットボール連盟が国際競技連盟として推進しているスポーツ競技である2020年東京オリンピック大会では正式種目として採用される救名称は 3リ3試合は1チーム3人で、コートのサイズは、通常のバスケットボールのほぼ半分と、比較的少人数で気軽にできるスポーツである。それと同時に、1試合10分間の2一点ノックアウトで行われ、ショットクロックも12秒と回転の速い攻防で、試合展開が非常にスピーディーである。 両チームが同一のゴールにシュートする。このため2ポイントラインの内側でボールを取得したチームは一旦2ポイントラインの外側にボールを出した上で攻撃をしなければならない。3X3 の元となったストリートボール3-3の大会アメリカニューメキシコ州アラモホードでの2009ガスマッカー3-3バスケットボールトーナメント3-3バスケットボール故障変更のお知らせ。 日本バスケットボール協会。2019年9月29日閲覧。33について。Java。2020年7月13日閲覧。3X3 とは。ホワットイズ 3X3Java3X3。オフィシャルウェブサイト。公益財団法人日本バスケットボール協会。日本バスケットボール協会。2019年4月26日閲覧。 三人制のバスケ、三、三ハット IOC プレジデントプレスコンファレンス、YouTube ハット IOC プレジデント、プレスコンファレンス、スイス、IOC、該当時間、44メートル 54S、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、watch. v イコールルズミー8ザコズグ &t イコール44メートル 54S2019 年12月1日。 閲覧、ありがとうございます。